2023年10月2日に行われたジャニーズ記者会見で、もち衣き記者がトレンド入りしました。彼女は、東京新聞社の記者であり、アークティー IMES のキャスターも務めています。記者会見ででは、連続で質問しようとする場面もあり、井ノ原さんによってなだめられました。もち衣きさんは日本国籍であり、結婚されているかどうかについても紹介します。 もち衣底の国籍は日本。画像は、もち衣底の国籍は日本。もち衣底さんは日本国籍であり、韓国ではありません。彼女は東京新聞で働いており、1975年に東京都で生まれました。なぜ、彼女が韓国人だと言われるのかという噂がありますが、その理由は以下の通りです。もちさんが、 原作の映画、新聞記者で韓国人女優が主演したこと。SNS で日本の制作や慰安婦像について批判的な意見を頻繁に取り上げていること。また、もちさんが同名の著作を原案にした映画、新聞記者で主演の女性記者役を韓国人女優のシム、ウンギョンさんが演じていたことです。 なぜ韓国人女優が起用されたのかはわかりませんが、この映画ではシム、ウンキョンさんの演技に、多くの賞賛の声が上がりました。ネットフリックスで公開されているドラマ版、新聞記者が好調だ。映画版とは異なり、森友学園義国で、自死した赤木敏夫さんを中心に描かれている。その点がリアルである。映画では、国内に記者役がいなかったが、 韓国のシム、ウンギョンが、素晴らしい演技を見せた。今回の役者人である米倉良子らも頼もし、い。特に、赤木さん役の吉岡秀隆の演技が光っている。もち衣底に夫、子供はいる。画像は、もち衣底の国籍は、日本現在の夫、子供、学歴のウィキフープロフ。画像は、もち衣底は結婚し、 夫がいる、もち衣きこそこさんは、夫と二人の子供と暮らす四人家族です。夫は新聞記者で、朝日新聞の記者という噂もあるようですが、それはデマのようです。ジャニーズの記者会見では、質問に、強気な姿勢で臨んでいたものの、家庭では、彼女の夫に口喧嘩で負けることが多いそうです。これは意外な事実ですね。また、 彼女は元教師で、子供たちに物事を教えるのが上手だと言われています。家族関係が円満なのも、夫の支えがあるからこそですね。もち衣きコの両親、父、母、和韓国人、画像は、もち衣きコの両親、父、母、和韓国人、もち衣きコさんの父は業界の記者で、母は元舞台女優だったそうで、 お二人とも韓国人ではなく、日本人です。もち衣底もそこの父。もち衣底さんもそこの父は、マスコミ関係で記者をしていました。具体的にどこの業界紙で働いていたかはわかりませんが、中日新聞で働いていた可能性があります。また、もちさんは、東京新聞を辞めて、他の会社に転職を考えていました。その中で、 読売新聞を検討していたようで、父に相談したところ、転職を後押ししてほしくて、父に相談したところ、読売は止めてくれ、と言われてしまった。父は、業界紙の記者をしていたマスコミ人で、思うところがあったみたいです。後押しではなく、読売新聞への転職を否定されたそうです。もちきさんの父と読売新聞の間に何かあったのでしょうか 気になりますね。もち衣きもそこの母、もち衣きもそこさんのお母さんは、かつて舞台女優だったそうです。小さい頃、もちきさんは、家族でよくお芝居を見に行っていたそうで、お母さんは、小さな劇団に所属していたとのことです。もちきさんの弟も、今は、俳優の道を進んでおり、お母さんと同じ道を歩んでいるようですね。 もち衣きコの学歴、経歴は、画像は、もち衣きコの学歴、経歴は、もち衣きコさんの学歴、NNNN 小学校、東京学芸大学附属大泉小学校 NN 中学校、東京学芸大学附属大泉中学校 NN 高校、東京学芸大学附属高等学校 NN 大学、慶應義塾大学法学部 NNNN1988 年、 中日新聞入社 NNN 小学校時代は、児童劇団に入団し、ミュージカル、アニーの主役を演じ、将来は舞台女優になることを考えていたそうです。NNN 中学生時代は、母に勧められて読んだ、南はアパルトヘイト共和国に衝撃を受け、お芝居の世界ではなく、 新聞記者として仕事をしていくことを強く決めたとのこと、吉田さんの言葉に強く惹かれ、お芝居ではなく、現実の世界で苦しむ人々に光を当てる仕事がしたいと強く憧れました。その時から、私は、将来必ず新聞記者になると決めました。従来の頃、恋愛が一番の悩みだったそうです。まとめ。画像はまとめ。ここまで。 ジャニーズ会見で質問した記者、も月衣底さんについて紹介してきました。最後に、本記事のまとめをしていきましょう。2問連続で質問していた記者はも月衣底。彼女は SNS で、記者の質問、記者のレベル、ルール無視、女性記者がトレンド入りし、現在は結婚され、夫と2人の子供がいます。 最後まで読んでいただきありがとうございました。10月2日には、61年間続いた、ジャニーズとの決別が予定されていました。しかし、その日の重要なイベントに、t NG リストが発覚しました。このリストは、非難の声を巻き起こし、司会者への疑惑も浮上しました。創業者の名前との決別を宣言した東山の理ゆ社長は、 ジャニーズと名の付くものはすべてなくなります。と表明し、新たなスタートを切るつもりでした。しかし、思わぬトラブルが起きてしまいました。NHK は、外資コンサル会社のスタッフが NG リストをお会場に持ち込んでいたことを報じました。このリストには、東京新聞の持月コロモソコ記者をはじめとする6人の取材者が、指名 NG 記者、 とししてて記載されていました三密類協会問題で知られるジャーナリストの鈴木栄イ氏もその中に含まれていましたジャニーズ事務所は会見前参りにコンサルティング会社との打ち合わせでメディアリストを受け取り l g という文字があることに疑問を抱きました井ノ原はこれはどういう意味ですか絶対当てないといけないですよねとコメントしました FTI コンサルティングがリスト作成を主導しており ジャニーズは、会見中のトラブルを防ぐために事前に相談しました。その結果、あのような白物が生まれました。だが、その見そぎの場に NG リストが持ち込まれていたことが発覚。非難の声が巻き起こるさなか、フェアレス、発言で炎上中の司会者にもある疑惑が指摘され、ジャニーズと名の付くものは全てなくなります。 東山の理ゆ社長がそう宣言したのは、創業者の名前と決別し、新規一転しようという決意の表れだったはずだ。ところがその決心に、思わぬ形で水を差す事態が起きた。社会部デスクの話、NHK が4日、会見の運営を任されていた外資コンサル会社のスタッフが、NG リストを会場に持参していたと報じたのです。会見が荒れないように、 手立てをと事前に、相談リストには、東京新聞の望月衣底記者をはじめ、